御用税天皇、御用税天皇、御用税天皇、1571年12月31日、元気2年12月15日から1617年9月25日、元那3年8月26日は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての第107代天皇、在位、1586年2月17日、 天正十四年十一月七日から千六百十一年五月九日、慶長十六年三月二十七日。忌み名ははじめ、和人、千五百九十八年、慶長三年十二月二十時、片人と改めた。天正十四年、千五百八十六年七月に、大城町天皇の東宮であった、佐根人神皇が皇居し、皇孫にあたる和に神皇が、 同年11月7日に、高祖父にあたる扇町天皇から上位され受禅した。御用税天皇の在位期間は、ちょうど豊臣政権の天下統一と江戸幕府成立の時期をまたいでおり、前半と後半で天皇に対する扱いが変わっている。豊臣秀吉は、支配の権威として、関白、太公の位より用したために天皇を尊重し、その権威を高める必要があり、 朝廷の維新回復に尽力した。天正十六年、1588年1月、将軍、足利義明が秀吉と共に三代、征夷大将軍職を朝廷に返上し、朝廷は義明に巡三宮の大宮を与えた。これにより、足利高氏以来長らく続いてきた室町幕府は、明日ともに滅亡した。同年4月、 秀吉の演出した天皇の呪略大行行が盛大に行われ、華々しく共和された。一方、この行行は、豊臣政権の実質的な成立を天下に知らしめる一面もあった。文禄元年、1592年以降、秀吉は朝鮮出兵を開始する文禄、慶長の役。秀吉の三国国割構想によれば、 文禄の役で民を征服した赤月には、御用税天皇を民の皇帝として北京に移し、吉人親王家、八条宮俊人親王を日本の天皇にして日本民族による征服王朝を確立しようとした。ただし、御用税天皇は、秀吉の外政には反対であり、秀吉に対して無体な諸行であると諭している。文禄2年。 1593年、秀吉は文禄の役で日本に持ち帰られた李朝道活字の器具と印刷書籍を御用税天皇に献上した。同年、天皇は六条夕弘や西野東院寺京らに命じ、この技術を用いて古文高京を印刷したと伝えられている文禄直販。これは日本での道活字を用いた最初の印刷とされている。また、御用税天皇は、 慶長2年1597年に李朝同活時に習って大型木活児による直販金集団を開半させている慶長直販。御用税天皇は、秀吉との協調、共生を重視し、秀吉の支援を受けて朝廷の再建を進めて、君下たちの前に君臨した。御用税天皇は、秀吉の勧めで第一王子の義人親王を、 後位継承者としていた。ところが、慶長3年、1598年に、秀吉が没した後の10月、病気がちなことを理由として、皇帝の八条宮への上位を望んだ。多数の苦行からは、上位に対して賛同を得られたが、全関白の区城兼高から、吉人新王の敗退しに反対する意見が述べられた。一方、受けては従来は、徳川栄康が、 秀吉勇士の八条宮上位に反対したと猿るが、この絵の豚だ小族から家康は八条宮上位に賛同、前田利家、前田玄威は義人親王に上位等と意見が分かれたことが記されている。最終的には家康から上位は無用との創造がなされた。天皇はやむなく八条宮への上位を断念したが、三年後に家康の了承を得て、 義人親王を強引に仁ん寺で出家させて、第三王子の正人親王を立てた。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いでは、丹後田辺城によって、西軍と交戦中の細川雄彩を惜しみ、両軍に直命を発して会場させて、八条宮に、ここんでを受けさせた。これにより、加藤村長の帝王として、名を残している。戦後、家康は、 天皇と豊臣家の接近を防ぐため、奥平信政を京都諸子大に任じて、天皇の動きを監視した。慶長八年、1603年、家康を征夷大将軍に任じ、江戸幕府が開かれた。朝廷権威の抑制を図る幕府は、武家天層を設けて、さらなる監視体制を整えた。慶長十二年、1607年2月と、慶長十四年、 1609年7月には、宮中女官の密通事件が相次いで発覚した、井の熊事件。これらに対して激怒した天皇は、京都諸次第に彼らの極刑を要請した。国母の新城党門院が寛大な処置を望んだことも、あって、家康は、都が人の井の熊京都氏らを残罪としたものの、事件に関与した、区下州五人と女官を、江戸や、 イズニー島などへとそれぞれ配慮するにとどめたが、天皇は、この処分を手ぬるいものと考えて、不満を抱いた。この一件により天皇は女院とも一子の隔たりを生んで、側近の区下衆や聖母、皇后とも会うことが少なくなって、孤独の中で暮らすようになり、やがて退位するに至った。猪熊事件を機に、慶長18年、1613年に区下を、 取り締まるための区下宗ハットが制定され、また、幕府の宮中に対する干渉をさらに強めることとなり、官位の助任権や、言語の改言も幕府が握ることとなっていく。慶長16年、1611年、大尉に反対する家康を押し切り、正人親王、御水のお天皇に上位して、戦闘御所へ退く。だが、ごみずのを天皇ともうまくいかず、 不死の間は長く不和であり続けたと伝えられている。慶長19年、1614年11月、大阪冬の陣が開始されると、12月に、上皇は武家天送の広橋県勝と、三条西美城を使者として、家康に和議を勧告した。だが、家康はこれを拒否し、朝廷への介入を許さず、あくまで徳川主導で交渉を進めた。3年。 1617年、宝魚、宝山47、葬儀は仮葬で行われた。御用税天皇より、後の天皇は、全員が土葬で葬られているので、現在において最後に仮葬で葬られた天皇である。大木町天皇の御子、佐根人新皇、陽光院大上天皇の第一王子。母は、果十寺春右の娘、新城東門院、藤原春子。 詳細は、御水ずの天皇皇を参照。三笹は、宮内庁により、京都府京都市伏見区深草坊を町にある、深草北陵、深草の北の三笹に地上されている。宮内庁上の形式は、法圏堂。また皇居では、皇齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。